ありがとうございます。この後の飯は俺出しますから。いやダメです、私が出します。いや俺がふっくち。まだ夜だと少し寒いですね。さ、お店に急ぎましょう。篠崎さん来てください。あの袖も通してください。でも私大丈夫？ダメです、最近は下からのパワハラも多いんですよ。肝に銘じておきます。この時間ならまだいろんなお店開いてますね。はい、あの篠崎さんは寒くないですか？はい大丈夫です。篠崎さんが貸してくれたジャケット、めちゃくちゃぬくいです。さっきまでご本人が着ていたものなので当たり前ですが、このサイズ感とぬくもりがなんだか全身をキュッとされてるみたいで、ああ私では一体何を。もうこれ以上無理です。何があった？お返しします。いやでももうお店に着きますし、それに会社の近くなので誰かに見られるかもしれませんから。あ、確かに。すみません、そういう配慮は足りませんでした。いえいえ、貸していただきありがとうございました。さ、お店に向かいましょう。お腹すきました。はい